はい、皆さんこんにちは、ゲームズナシカです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズのシロです。はい、今回はね、来ましたね。あれなんか見慣れないキャラがさ、あれシロさんラファエル持ってないなんでその煽りから入るんですかあれもうちょっとそれね、あれちょっとしまっといたんですよ。ルシファー、なんでルシファーなんだやっぱラファエル、あの戦闘にちょっと使うのかわいそうなんで、うん、なるべく連れていかないと、ね、はいはい、そう、今度はおかしいな、ハーメルンが2体2体連れてくるの間違ってるでしょそんな重量消すとこないでしょ。強くな、はい、ごめんごめん、あの、まあ、今回ね、すいません、はい、そう何も言わなかったんですけど、あの重心化した、はい、ラファエルとね、ハーメルンを連れて、はいはいはい、あどんなもんかっていう、まあね、来ましたね、来ましたね、まあ火のね神殿の時の間、はい、ちょうどまあ今日来てますんで、来てます、ね、でね、重力もね、はい、ちょうどいい感じにこれ消せればね、うん、ハーメルも生かしつつ、はい、ラファエルもね輝けるんじゃないかということでちょっと今回来てます。でルシファーの大亡霊をね、そうそう、火の時までね、重力消してね、生かす時は来たんですよ。ここで死ぬ大丈夫か、あのねこれ大丈夫ですか、まあ、解説もね、うん、入れながらやっていきますけど、はい、今あの画面上の左右にいる、はい、ボム倒さないと爆発でね、そうやられちゃう、やられちゃうんですよ。でね、ね、真ん中の蘇生をね倒しておかないと、もうひたすら雑魚を蘇生されてしまうので、それを倒しつつそのサイドのボムを倒していくと地雷地雷でもね、これでもね行かないとやばいよ、はい、確かにこれ行ってなんぼっすから、そう、これはもうちょっとハーメルに信じます。はいはいはい、はい、いや、はいはい、ハーメルに信じれば大丈夫。あ、なんですね、はい、あとこれ一旦これどうしようかな、一旦倒さないとまずですねいや大丈夫なんじゃないですかでラファエル十字レーザーですよ、うん、いきます、オッケーオッケーオッケー、強い強い本当っすかそう、はい、でもラファエルが、十字レーザー EL になったんですね。で、マイスイダメージオール回復、そうで6コンなんですね、6将棋、うん、あ、そうですね、そう6もついてる、うん、もう重量消したいな、消したいね、消したい、ちょっと消してもらえる、消せない、まだまだSS だからアビリティじゃない、あ、そうなんだSS ね、そうかそうか、あ、でもこれ状態異常回復できるんじゃない、そうだ来たよ、え、来てる、そうじゃん、状態異常回復できる、お、来た、回復してる、回復してる、ラファエル一番可愛い子をほっといちゃダメ、ね、ラファエルも、うん、え、そうだそうだ、そうだそうだ、ここね、ハーメル、ね、それもいいじゃん、うん、状態上回復できるし、もう重力バリアも消せるし、いいことしかない、うん、でもね、地雷踏むからそう、まあそれはね、はい、ラファエルがしっかりやる、うん、で、もう見て、うん、もう使うよ、ごめん、うん、これあ、これ来てるね、これだってスワビだよね、はい、こいつらだよね、そう、スワビです、当てれるか、当てれる全然ダメじゃないですか、もう企画ダメ、とりあえずまあね、はい、12ターンの方、あ、これね、みんなには聞こえてるのが、そうそう、ヘトサダのなんちゃら、おおおお、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいじゃん、これ12ターンごとに打てるからね、そう、うん、ラファエルは SS 変わりまして号令 SS になりました、ね、そう、しかもね、はい、これ確かね、12ターンじゃなんかではね、はい、結構割と高いんじゃないですか、あ、そうなんですか、ちょっと上がってるのか、はい、なんか公式で見た動画を、うん、でちょっと計算したら、はい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 、ちょっとね上がってるんじゃないかと言われて、実はね割と12ターンの中じゃ一番強いかも、え、もしかしたらもうね可愛いだけじゃないの、ハーメルン来たよ、はい、ここでもね、そう、消すよ、もう消すから消す消せる、そう、ハーメルンのいいとこ、これ見てください、これ、そうそうそう、これもう、うん、で最初はねこれ、うん、3ターンですね、はい、あの最初の段階の時は、はい、消しますストライしておお、ほら見て見て、ほらすごい、え、クリティカルも出てる、え、見てほらこれでもルシファー、見てほら、やりたい放題じゃないですか、え、でもさ、割といいですね、でもやっぱ普通にこんな、まあ今でも友情結構出たのかな、うん、友情は、波長拳とエナサが割と食らったように見えました、うん、はい、思ったより使えるんじゃ、もうこれからあれなんじゃないの、うん、もう重力のクエスト絶対連れてって消して、もうギミック絶対無効化みたいな確かにね、ちょっとこれ回復しますね、はい、もう回復もついてる、あ、回復ついてるから、あ、そうだ、回復ついてるからね、もういいことしかないし、強っ強っ、これちょっと最後まで温存した方がいいかな、確かに、次結構鬼門って言われてますね、うん、攻撃弾直します、はい、間違えた、行こう、間違えた、オッケーオッケー、毒直しちゃったはい、そう、だってラファエル可愛いな、可愛いっすよ、可愛いっすよ、可愛いっすよ、あれ持ってんだっけ、持ってないっす、ああ持ってない、いやでもね、あれっすよ、次の UN で会えるんですね、でももう今週来るでしょ絶対、そうですね、怖いでした、だって光ったように今日来たからあ、そっか、一応属性ガチャは来てるから、これ終わったら来るんじゃない、マジ引くよ、はい、これすごいですよね、ルシファー動けるって本当でかいですよね、でかい、
でもハーネルンは詳しい変更点を言うと一応、ね、重力バリアに状態上回復のアビリティがつきまして、うん、友情コンボが、うん、爆発と8方向レーザーがね、ついてはいまた火力が出せるはいはいはいまあでも使い方次第ワンウェイも今まで火力出してましたよねそうそうそうはいで、ね、状態上回復に重力バリア消せるんだったらもうこの火の時の間はね多分結構一体連れてきてもいいレベルだと思うん、確かに確かに、うん、しかもこれクリティカル出てくる、うん、出てそうだねだってあれ、裾野とかも活かせるってことだそうそうそうダークに。まあ、どうじつれんうんどうじつれんまた地雷踏めてもうんはいで、爆発はなんせいいっすね、うん、それ爆発いいっすね地味にいいの地味にいいっすよハーミルンで結構弱い印象あると思うんですけどそんな、ないそんなことないちょっと回復したんやんか、はい、そうですね、回復したいっすねガチで危ないしかも2ターンあのなんかマックスの方の号令見せれないじゃないですかそうそうそう、まあ、今回はちょっとね、うん、24ターン目の方がこれタイミング超いいじゃないですか確かに重力バリア消してレシパルでおっでこの流れ来た攻撃ダウンもハーメルンがあ、本当だしかもまた重力バリア消せるよ重力バリア消した後にその話をしてたんですよ、ま、たその話を今してたえその話を今してたんだストライクショットはいこれなんて言ってんだよねあ、オッケーあ、オッケーうちもやるね、まあ、大丈夫大丈夫、うん、あのね絶対つけすからロボットは任して消せなかったらやばいからは絶対俺は消すからあ、でも攻撃ダウン下げた方がいいそうそう攻撃ダウン回復優先したあの、どっちも優先する絶対大丈夫大丈夫大丈夫解除優先全部できる全部できるほらほらほらすごいほらほらすごいすごいこれいいんじゃないですかとってもいいとってもいい終わりじゃんもうでね、これ重力ないからしかもね、で、しかも攻撃力もあいつ以外下がもう誰も下がってすごい下がってない打ちたい放題ハーメルンシステムできたじゃんハーメルンシステム最後取りのハーメルンシステム来たじゃんそうやった来たこれは来たあれ何でどうだったいやでもまあすごい超理想的な終わり方すごいっすね、うん、いいっすね、うん、これはいいいいなこれこの調子でちょっと金も出てくるもうこん、はい、もっと手間取るかと思ったけど、うん確かにこれいけるかなって最初話したそう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 あのね、はい、不安じめいてたんですけど意外とねねえねわざわざ2体積んだ回あったね、うん、2体積んだ回ね私最終的にねそうそうあれ、うん、スタイム残してんだよあれいやでもね今回検証だからあまあねそうそうそう身とか関係ないんですよほら俺の荒稼ぎで1パーあー助かりますねこういうのがね学び学び何級通算だよ俺ひでえな11級とかじゃないのか1.01 倍と 1.05 倍と初めて見たまあね、まあ、あの本当身とか別にね興味ないですあまあ確かにね興味ないですよね、うん、身とか本当いいですね、うんはい、あ身とかでは確かに興味ないそうそうそうあでも2つ蹴れるからねそうそうそうもう選びたい方だそうそうそう1級つけ方だでもやっぱ自分は荒稼ぎ大事にしていくはい荒稼ぎ4級かなはい、うん、まあね、はい、まあ、ちょうど今ステータスバグが出ましたけど、はい、今回はね、重心化したラファエルとハーメルンを連れてね、はい、時の間でまあ使ってみたんですけど強いね、はい、割とやっぱいいっすね、うん、思ったよりハーメルンも強かった気がしたけど、うん、まあそうですね今まで純粋にそのまあ重力バリアをね消すっていう SS 多分自分ら、うん、僕らもそうなんですけどあまりねそもそも使われてなかったと思うんですよ、そうですね、うん、使ってなかったっすね、うんうん、でもまあ、うん、意外に使えるのか、うん、だからまあ戦い方の一つとしてねちょっと重力あっても消すからっつって、うん、消すから絶対消すからっつってそういうねかだから、はい、そうなんでね、まあ、ボス戦とかがね、うん、強くなるね、まあ、後半だからね、はい、そうそうですねいわゆる後半段中ボス戦以降とか、うん、ボス戦でねなんか活躍できる今回みたいな、ねはい、使い方がもしかしたら今後ね、うん、あるのかもしれないしそういうのがね迫られてくるクエストっていうものが、うん実装される可能性は大いにあるから ね、はい、どう考えてもねでも今現状普通に攻撃ダウン解除そうそう毒解除そう重力バリア消滅そうで使いましたからね、うん、それ結構、ね、だから本当まさにね、うん、今みたいなクエストドハマりしてるってことだよね、はいはいはい、つまりそうだから普通に今みたいなクエストで重力バリア消した、うん、レシファーとかと組み合わせますよ、うん、でね、うん、過去の流れからするとまあ絶対中心化したモンスター接待クエ来てますから接待クエ来るからね確かになんで期待していいんじゃないかな、ね、だから前評判に比べればなんか使える印象あったけど、うんいいと思います。ラファエルはもうね、うん、どう考えても強かったけど、うん、まあ可愛いだけで十分なんでねそう、うん、十字レーザーがねやっぱ強い EL は強いね EL 強いっす普通に小次郎もクロスで強いっすけど、はい、こいつも強いでまあ今回はね、うん、12ターン目の号令しか使ってなかったですけど、はい、あれで あんだけ威力ってことはもう普通に24ターンのが普通のね号令倍率なんで、うん、弱いわけがないですよ、うん、弱いわけがないそうしかもね普通にあの劉備とかの兵士数26ターンとかじゃないですかそれ、うん、でこいつ24ターンで大号令と一緒なんですよ頭おかしいね頭おかしいですよ
可愛いだけじゃなくなった。そうそうそう、ラファエルをね、うん、皆さんね持ってる方は重心化して ね、まあ、使ってみてください。持ってないんだっけ、はい、持ってないです持ってないです、はい、持ってないです、うん、はい、まあね、ね、ぜちょっと皆さん持ってる方はね、はい、重心化してみてぜひ、ね、ちょっと使ってみていかがでしょうか、はい、可愛いですね、はい、ね、でチャンネル登録がまだの人はちょっとね、はい、チャンネル登録していただいてよろしくぜひちょっとお願いします、はい、で今回もナシカンと白が、はい、お送りしました。ありがとうございました。